あ、あと撮影、そうやね。あ、ちょいちょい質問でも言われてたけど、あの、そうそう、はじめしゃちょーの撮影行かなかったんですかみたいな、あったっちゃけど、あのね、これね、あの、長々説明と言い訳をさせてほしいっちゃけど、その、まず前日ね、前日、あの、アスキラ姉さんたちと撮影はってしょって、で、こう撮影終わった後、まあ、軽く打ち上げしようぜ、みたいなって、こうなんか飯食ったり飲んだりしょったっけ、結構人数おったけん。で、わーって飲み寄って、結構なんか、結構の、飲み感じの流れやったっちゃうんで、こうレペゼンって、例えば、それ、次の日の静岡超朝早かったけん、朝早いねってなって、これね、結構俺らのグループあるあるないけど、次の日の撮影、ないしはレコーディングとか、予定が早いのに、前日の夜中飲んどったら、次の日ないんよ。そう。あの、前日の夜中に社長が深酒しだしたら、次の日の朝の撮影はとりあえずないわけ。それでその日、あの、はじめしゃちょーと動画撮る日って日本撮りやったけん、その、一回静岡行って、にあの東京戻ってきて、その後東京で2本目やったっちゃけど、なんか俺はそのなんか社長がわーって深酒しとった日、ちょっと別の仕事あったけん先に出たわけよ。あ、じゃあ俺先出るお疲れやつって4人残して先出て、で、でも明日どうなるっちゃろうと思って、まだいまいち読めんなって思ってたよ。明日ワンチャン、まあ、きっとなくなるやろうけど、いまいち読めんなって思っとったら、その後グループラインに明日二本目の撮影、住所ここだから、17時半にここまで来てね。っていう旨の、あの、住所と時間と場所、あの住所と時間がパッてね、あの、社長からグループに書き込まれたじゃん。俺、それ見た瞬間に、あーん、明日なくなったんやなって思ったわけよ。なぜなら、静岡から朝みんなで一緒に行くのに、帰ってきた後の住所言わんでいいやん。だってみんな静岡から一緒に東京のさ、その、二本目の撮影現場に行くっちゃけん。なのに、わざわざ2本目の住所と集合時間を言ってくるってことは、あー、これやっぱりいつものこの感じでなくなったんやなと思って。で、俺これまで何回かあったっちゃん。そう、社長が深酒しとったけど、まあでも次の日撮影朝早いし、俺ほら酒飲まんけん、次の日時間通りにパッて出たら高速乗っと途中とかで、今起きた今日リスケみたいなのも結構何回かあったっちゃんで、か、そう、うわだるみたいな、せっかく早起きしたのに高速まで乗ったのにだるいわみたいなこと結構何回かあったけん、あ、これはでもなくなったなとは思ったの。でも万が一俺直接自分の耳で聞いてないけん、あったら気まずいなと思ったけん、一応朝9時に起きようと思って、それ新幹線10時やけん9時には起きとるやん、絶対準備して品川向かってみて、あるけんさ、だけん9時に翔かフミヤどっちかが起きとったらこれあるやろうなと思って、俺9時にアラームかけて起きたっちゃう。で、翔とフミヤに電話したと。したら翔とフミヤが電話出らんかったっちゃうね。よし、これはいよいよないと思って、この2人が9時に起きてないことありえんやん。よしと思って俺めっちゃ眠かったけん、よしと思って二度寝したわけよ。ってやってしたら俺の判断が早すぎたっぽいそう、俺の判断がめちゃくちゃ早すぎたっぽくて、で10時半くらい社長が電話かかってきて、電話でもう一回起きて、はいみたいな、フォイどこおるって言われて、うわ俺今日ないと思ってました、すんませんみたいな、どっちがいいっすかみたいな、速攻準備して向かいますけどっつったら、あ、まあ別に大丈夫よって言われたけん、あ、じゃあすいませんっつって夕方から合流しますって言って夕方合流しちゃった。そうっていうのが、はい、全てです。でそのグループライン見たら9時半ぐらいにちょうど脇とかが、え、今日どうするんですかとか、丸がすいません遅れますとか LINE しとったのを見た感じ、グループの伝達やっぱ朝ないと思っとった勢がおったね。よかったけど、俺一人じゃなかったと思って、ただ俺の判断が早すぎた。そう、だからなんかさ、DM で、はじめ社長と仲悪いんですか、仲悪くない悪くない、ごめんねと思って、違う違う、全然違うんだっつって、ごめんよっつって、違うんだよっつって、俺が悪いんだっつって、そう、説明したわ。